女の子はダイリー最低な日って人生であと何度あるんだろう涙もすっかり枯れたベッドの底目まぐるしいのに退屈な日々の渦こんなこと小さい頃は想像もしなかった明日は何曜日なんだっけ 何か大事な予定がある気がするでも立ち上がれない時計のアラームをセットするにも指先が重たい屈託のない笑顔を貼り付けて誰かにいつも気を使っている私もっと自分に気を使いたいのにな もっと自分を大好きでいたいのにな。もっと自分が可愛かったら、誰かを羨ましく思ったり、自分を雑に扱わないでいられたりするのかな。目をそらしてきた思いがこみ上げて、張り詰めていた心の糸が切れて、支えを失った、まぶたが落ちた。